顔がでかくて帽子が壊滅的に似合わない大輔です。似合わないっすね。貯金箱忘れました。先週オートバックスに車検の見積もりに行ってきまして、冒頭でお見せした通り安いっすね。安い、素晴らしいっすね。ちょ、見ていきましょうか。どっから見ればいいんですかね、これ。自賠責保険が 19,730 円、重量税が6,600円、印紙代1,100円で、諸費用合計が 27,000円とで、車検基本工賃が 14,300円、パーツクリーナー料金1,650円。どれを足して 72,000円になってるのかわかんないですけど、まあ、要するにもういろいろ込み込みで 72,283円ですよ。これ安い、これ安いっすね。税込みかどうかがちょっと変えてないんで、そこが気になるんですけど、税抜きだとしたら、まあこれ7000円上乗せなんで、まあ8万円。それでも全然安いっすね。なんでこんな違うんですか？ということで実はオートバックスの人に聞いたんですよね。実は三菱で車検見積もりしてもらったら17万円かかったんですけど、なんでですかねって、もうそのまま担当直入に聞いたら、笑いながら、ああ、それは、まあ、過剰メンテナンスというわけじゃないんですけど、ディーラーさんということで、もうしっかりとした形で、いろんな箇所をやっているんだと思います、つって。なんかあんまりはっきりしたことは返ってこなかったんですけど、まあ、オートバックスも三菱と付き合いがあるんでしょうから、あまり悪くは言えないんでしょうね。17万って言った瞬間、ちょっと吹いてましたけどね、相手は。まあ、車検あるあるなのかもしれないですね。こんな安くなるんですね。コメント欄で、その17万円っていう動画のコメント欄に、いや、取られすぎですよ。8万とか7万で済みますよみたいに書いてる方いましたけど、本当その通りでしたね。まあ、コバックも行こうかなと思ってるんですけど、もうオートバックスでこのまま7万円でいいかなという気もするんですが、まあ、コバック行けたら行きます。さすがね、これがね、さらにめちゃくちゃ安くっていうことないと思うんですよ。5万円になるとか、4万円になるとか。そういうことないと思うんですけどね。いやー、これいくらぐらいになるかな、10万切ったらいいなとか、まあ、12万ぐらいでもいいかとか思ってたんですよ。めちゃめちゃ得した気になりますね。10万円ぐらい得してますよ。得っていうか、もう本来の値段がこの値段なのかもしれないですけどね。安っ。オートバックス最高っすね。しかもこれよく見ると2ヶ月前予約割引とかあるんですよ。2ヶ月前に予約しとけば2000円ぐらいさらに割引されるわけですよ。7万2000円が7万円で。もうちょっと2ヶ月前予約っていうのはできないですけどね。3月とか2月に予約しとけばよかったわけですよね。しかもこれちゃんと見ると7万2000円からさらに安くなるんですよ。これやっといた方がいいですよっていうのが3つ項目ありまして、クーラント液補充、1760円。ガイアブロンズバッテリー、6500円。電子制御システム診断、1100円。これをやらなかったら、6万3000円になるっていうね。まあ、でもやっときますわ、これは。あとちょっと不可解なことがありまして、その三菱で車検見積もりしてもらった時にオイル交換もしてもらったんですけど、このオートバックスのこの見積もり書を出してもらった時に、オイル交換っていつ頃されましたって言われて、いや、2ヶ月前にしてもらったんですけど、って言ったら、えって言われまして、なんかオイルがあんまないらしいっすよ。これ私やられましたかね。三菱でオイル交換4000円ぐらい払ってやってもらったんですけどね。それでオイルがおかしい状態っておかしくないですか。オイル交換されてないのにオイル交換したってことになってるんですかね。ちゃんとオイル交換をしたっていうシールは貼ってあるんですけどね。私自身オイル交換したかどうかの確認の仕方がわかんないんで、そのシールで合わされたっていう、どこを開けばいいのかわかんないですからね。オイル交換
の仕組みが全然分かってないんで、超ド素人なんで、もう車に関してもう、無知もいいとこですよ、本当に。だから買ってから、その車の走行距離を見る場所を知らなかったですからね。どんくらい乗ってんのって人に聞かれて、そんなん分かるんですかみたいな感じで。まあその時速とか出るところの下に数字が出るんですけどね。それが、今まで走った距離だったっていう。そのぐらいやばいぐらい知識がないんで、ちょっと不可解ですね。三菱が嘘ついてんのか、オートバックスが勘違いしてんのか。まあ、オイル交換またしてもらえますか。三菱に確認取るのもめんどくさいんでね。はい、そんな感じで。まあ、5月の車検の前に、もう一個、コバックに見積もり、行きたいと思います。で、安い方で車検してもらいます。ありがとうございました。